じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。美川さんはレガシーソングの第2次募集で作ってくださったんですけど、はい、きっかけはあれですね、1次募集で作ってくれた内田舞ちゃんの、そうです、曲とか、まあ、その時レガシーソングライブを見てくださって、はい、で作ろうかなと思って、うん、そうです。はい、ダイヤモンドラビットというね、はい、タイトルで、これはどういう経緯で作られた？ダイヤモンドは私のパワーストーン、うんうんうん、まあ、実際なん、うん、一目惚れしたのは、はい、高校1年の時、おアルバイトでダイヤモンドを買ったのが初めて、それからダイヤコレクターのように集め始めて、つけてるの、身につける、ダイヤモンドを身につける、うん、よく授業中に高校の先生に怒られましたよ。何つけてるのって、これ本物なんだから取らないでよとか言って。あ、高校生の時からつけてたんですね、うん、高校生でバイト代でダイヤモンド買うって結構すごいですよね。で最初はまあすごい安いやつ、でもなんか、なんかバーッと一目惚れしてしまったの、それからずっといいのがあればいいのっていうかデザインにこだわったりとかして買ったりっていうのを、まあ、現在でも続けている状態。なるほど、最初になんかこう文章で大体こんな人生でしたみたいなのを書いてくださったじゃないですか、それを読ませていただいた時、まあ、正直本当になんつうの波乱万丈で、私なんかから見ると、なんかすごいこうなんだろう、苦しんでらっしゃる人かなってやっぱり思ったんですよね、最初は第一印象として、でも読んでいくとそのダイヤモンドを身につけてると強くなれて、で全然その今までのことを別に不幸だとは思っていないっていう、すごいこう強いキャラクターも伝わってきて、いや実際ね、私ってすごくおとなしかったんですよ、実は。で人見知りもして、あんまりなんか人前でも無口 で、それがいろんな経験することによって、本当今喋るなっていうぐらいなんかあの近所では、そう、おしゃべりなんです。それはじゃあいろんな経験を経て、そう、それとこう曲がったことが嫌っていうか、で決めたことは絶対実行しよう、またその達成した時の達成感とか、そういうのも味わいたいし、っていうので結構自分には厳しく、そうですよね、してますけど、どんどん性格が変わるんです。だから私本当は寂しがり屋の、めちゃくちゃ弱い人間やったと思います。泣き虫やったし、今なら泣こうと思っても涙が出てきてくれないのかっていうぐらいやった。ダイヤモンドラビットっていう、もう一つのラビットの方、はい、これはもうずっと飼ってらっしゃるんですよね。そうです、4歳からでしたっけ。4歳、でウサギをその4歳の時からずっと飼ってらっしゃる。だいたい何匹、何匹？32匹目ですね。目が今2回で、年寄りで、年寄りでね、足が悪くて、なるほど。でウサギはどういう存在ですか、皆さんにとって。いなくてはならない存在。この子がいな、今の子がいなくなっても飼いたいんだけど、もうこれで引退してもいいかなって、なんでそう思ったのかもちょっとまだはっきり自分では結論が出てないんですけど、なんとなくそう思ったんですか。そうですね、1個は今の主人が相当なウサギアレルギーであったが去年出てしまって、ウサギをもともと足悪くなってリビングに置いてたんですよ、2匹ね、でももう数値が
高くてウサギに近寄ったらダメっていう診断が出たから2階に引っ越しをしたのがこの、うん、1月2月ぐらいだから、うん、なるほど、そういうのもあってもう引退しようかなっていうのと、まあもう、うん、まあ私の父親ももう他界して、情報親戚の情報からしたらなんかもうなくなってるみたいだし、まあまあここまで、何やろう、まあお父さんのことを考えて、私25年ぶりに父親と再会したんですよ。お、私ずっと探してたんですよ。はい、なんだっけ、何歳の時に、小学校3年だから10歳ぐらい。10歳ぐらいの時にお父様は、うん、8歳か。行き別れになったんですね、その。うん、行き別れ。はい、で、突然、私は知らされてなかったから、突然消えたみたいに思ってたんだけど、でも、25年間、中学、高校出てぐらいから、なんかもうちょっと内緒で探してた。なるほど。で見つけたんですよ。ですぐには会えなかったんだけど、会った時にやっぱり父親も病気だったから病院に行ったんですけど、その時言ったもんね、お父さん私まだウサギ飼ってるよってっていうのは覚えてる。だからやっぱり、お父さんの可愛いじゃないけど、なんかそういうのがあったんだろうなっていうのは今確信してるってことです。なるほど。そのね、お父様からのプレゼントがきっかけのお父さんの代わりみたいな的なうさぎのが入った曲で、これはどうして書こう、歌を作ろうって思われた。いや、2回オンラインで見たんですね。はい、で、そうそうそう、ライブ。で、あとはやっぱり舞ちゃんの影響、舞ちゃん、何を歌うの、どこで何を歌ってんのっていうところで、まあ、詳しいことを聞いて、で、2回目のライブを見たときに、舞ちゃん、私歌うわって LINE を入れたんですよ。で、歌うって言って、で、そっからですね、打ち合わせとか始まった。歌うわと思った。特にね、何も考えてなかったんですよ。歌おうと思った。私も歌うわって言ったのは、いやもう、自分の一生涯、やりたいことをやりたい。やりたいなと思ったことをやらへんかったら、あかんなって思ったから。なるほど。何でもやったれみたいな勢いで。なるほどなるほど。そう。で、お嬢様に、残したいというかね。そう。それはまあじゃあ後からというか。そう、歌おうと思って、でもこの歌は、子に残そうと。やっぱり、私すっごい好きなんですよ。自分が思うような、愛情って、私多分愛情不足だと思うんですよ、今でも母親とか父親もいなかったし、だけど私一人娘ですけど、もう愛情ってまあ可愛がるだけが愛情じゃないけど、やっぱり父親がね、他界してしまうと、今度私が亡くなった時はあの子はどうなってしまうんかなっていうのがものすごい怖いほどいつもこう考えてしまう。なんか結婚ねしてるとかっていうなら、もうそのね、旦那さんになる人にあげちゃうんだけど、まだ独身だし、このまま独身なのか結婚するかも分かんないけど、でも娘も私のことを好きって言ってくれるんで、それを大事にして、
私がいなくなって、多分この子はラッキーとは思わないだろうけど、もちろんね、うん、でも私のその歌、うん、声ね、やっぱり、うんうん、今っていいじゃないですか、写真じゃなくて動画とかでずっと残しても、うんね、私もウサギが亡くなったウサギでもあの動画見てても、うん、なん生きてるような感じするし、確かにだからたまに見るんですよ、うん、動画をね、今こういう時代だから、うん、スマホとかいいし、うん、だからうちの子も、うん、なんかでつまずいた時とかなんかあって、ママの声聞こうって思ったら曲を聴いてほしいなとか、うん、で、その詩を何回も読んで、うん、あの聞いて、うん、何か感じてくれたらこの子は、うん、まあ強く生きていけるかなと、うん、いうことで娘に渡す曲。そう、この今レガシーソングって呼んでね、このプロジェクトやってて、うん、まあ、そのレガシーって遺産って意味ですか。そうですね、遺産っていろんな意味があって、その、うん、世界遺産、地球遺産みたいな、なんていうの、うん、あのアンコールワットとかさ、うん、そういう遺産っていうのもあるし、うん、あともまさにそういう娘に、娘さんにとか子供にみたいな、うん、だからこのダイヤモンドラビットはそういう意味でまさに遺産の意味合いがすごく強いレガシーソングの中でもね、うん、でお父様からのラビットが美香さんを通して美香さんの声でお嬢様に伝わるっていうので、うん、ね、すごいなと思ってます。はい、じゃあ実際曲ができて、うん、まあ、練習で歌われたと思うんですけど、うん、歌ってみてどんな感じ、なんか感じたこととかありましたか。最初はね、なんか、あ、まだ先だな、まだ先やから、うん、ぼちぼち練習しようみたいな感じから入ったけど、うんうん、だんだんこう3日ぐらい前から寝られへんくなって。あ、本当ですか、ライブの。そうそう、なんか寝ようと思ったらなんか歌がぐる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 、なんか頭の中でなんか曲がかかってて、いや、これやばいなと思って、で、ちょうどまあ前日の日に私、まあ、ジム行ったんですよ、うん、でそこでいつもこう、好きなドラマとか見ながら歩くんですけど、うん、1時間、うんうん、でもドリカムの生ライブを YouTube でずっと見たんですよ、1時間、うん、でなんか自分がなんかなりきるっていうのを、うん、妄想ってもうここ考えて、絶対緊張するから、うん、私はこの、どっか大きいスタジアムでライブしてたけど、うんうん、私はプロやとか、なんか意味わからんけど、うん、自分でなんていうのかな、うん、そうじゃないねんけど、うん、言い聞かせて1時間歩きながらずっと、うん、ドリカムのライブをずっと見て、それすごいいいと思います。そしたら、うん、なんか意外と最初、着いてすぐリハ、うん、いきなり、うん、いきなりでも、あ、別にどうってことないわ、いいわとかっていう感じで歌えたから、うんうんうん、あ、大丈夫かなって。お、うん、すごい、それは皆さんにおすすめしたいです、これから、うん、絶対だってそういう感じしたもん、本当、うん、あ、そうですか。東京ドームかなんかで歌ってるような感じ、まあ、ね、うん、狭い会場だったけれども、実際は、うん、もう全然でもそんなスケールが違ったので、うん、歌い方とか、なるほど、そういうあれがあったんですね。そう、うん、私歌手やでみたいな、うん、でもそれ本当大事ですよ、なりきるっていう感じ、うん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 、素晴らしい。
でした、はい、じゃあ本番は気持ちよく歌いました、ね、気持ちよさそうでしたよね、はいはい、で実際目の前に旦那様とお嬢様とお嬢様の彼氏さんがね、うん、見ててくださってどうでしたか。いや途中でもう私娘の顔を見て歌ってました。ああ本当ですか、うん、なんか伝わった感じ、なんか訴えるかのように歌えるか、そう、うんうん、お嬢さんなんかおっしゃってたんでしたっけ。いや、よかったよって、よかったよって、うん、すごい言ってくれましたよ、うんうん、なんか直前で私プチされるんじゃないかなって思ってたから、あんまり来てくれるねんなと思ってたけど、うん、本当な、うん、やっぱ行かれへんわとか、うん、そのまま来へんのちゃうかって思ってたんですよ、うんうんねうん、ちゃんと足を踏んでくれてね、最後までちゃんと来てくれて、うん、本当よかったですね、はい、じゃあ今日レコーディングもね、はい、またミュージックビデオも楽しみに、はい、待っていらしてください、はいはい、じゃあ今日はありがとうございました。